皆さんこんにちは、マイプラチャンネルです。今回もご視聴ありがとうございます。さあ、今日はですね、ローリーさんからモバイルバッテリーを提供していただきましたので、ご紹介していきたいと思います。それがこちら、ローリー 3in1 モバイルバッテリーです。で、こちらね、Amazon の商品ページ見ていただきたいんですが、はい、これ Amazon の商品ページなんですけれども、ご覧の通りですね、iPhone にライトニング端子でね、直接充電するのと同時に、Apple Watch も充電できるというものになっています。 ちなみにお値段の方ですけれども、この撮影している段階で通常4089円なんですが、クーポンですね、1000円オフクーポンが適用されるということでして、実際のところ3089円、3000円ちょっとという価格で販売されております。はいそれではね、まずは早速開封していきたいと思います。はいそれではね、開封していきます。はいではオープン、じゃじゃーん。 あ黒いモデルですね、えー、まずは同梱物から確認していきたいと思いますけれどもペラが1枚トリセツですねこういったものが入っていて日本語に、ね、対応しててくれております、はい、それから充電用のケーブルですね USB タイプ C2C C のケーブルが1本そしてモバイルバッテリー本体ですねあケースの底にあれですね保証期間延長の案内があります。 でモバイルバッテリーですけれども出していきましょうオープンじゃじゃんはいこういうモバイルバッテリーになっております、はい、詳細なデータはね後で紹介するとしてこの段階でちょっとね外見を見ていきたいと思いますでこういうモバイルバッテリーなんですけれどもえまずね特徴的なのがここですねアップルウォッチを充電すするところがありますで側面に USB-C ポートこれは入力も出力もできるタイプのもので であとこちらにスイッチですねそしてインジケーターがありますが見えるかなちょっと暗いんですけれどもインジケータータが4つ,ついてバッテリー残量を表示しますで iPhone との接続ですけれどもここですねよいしょはいこんなふうにですねライトニング端子が収納できるタイプになっていてうんこれはいいですね。 これで直接ライトニング端子を使って充電することができますなるほどはいということでね開封が終わりましたのでこれからですね充電実験も含めてしばらくね使ってみたいと思いますはい開封シーンからね数日間このローリーのモバイルバッテリー使い込んでみましたでここからは初データそれから充電実験ですね映像を見ていただいてあと使ってみてね良かった点気になった点なんかをお伝えしていきたいと思います で、まず初データなんですけれどもサイズですけれどもミリミリそしてて厚さが27ミリになっています。で、重量の方ですが商品ページの方には 105g とあったんですけれども実測したところだいたい 102g ぐらいですかねまた容量の方が 5000mAh あとね入力が最大 15W 出力の方ですがアップルウォッチが最大 3.5W そして ライトニングからの出力が 15W でさらに USB-C からの出力が 15W となっているんですけれどもこれね3台同時充電ができるんですけれども複数のデバイスをつないだ時にそれぞれにね電力をどういうふうに割り振りするのかそれはね記載がありませんでしたで次にね操作方法ですけれども、まあ、非常にね簡単なんですがこのボタンだけですねこのねライトニング端子を iPhone に挿してやると、はい、そしてね、ボタンを1回押してやると電源が入りまして、充電がね始まります。で、またこの充電をね、切りたいときは2回押しですね。そうすると電源が切れて、充電が止まります。はい、次にね、充電実験の模様を実際に見ていただきます。で、最初にね、見てもらうのはこのモバイルバッテリーの主な使い方だと思うんですけれども。 iPhone を単体で充電した場合にどういう風になるのかご覧いただきたいと思います。で、充電実験ですけれども、iPhone のバッテリー残量はほぼゼロパーセントの状態で、モバイルバッテリーのバッテリー残量は百パーセントという状態でスタートします。で、ライトニング端子を取り出して差し込みますね。これで、もう充電がスタートします。で、この後とね、三十分ごとに計測していくんですけれども。 時間の経過と iphone のバッテリーの復活具合、ご覧の通りになっております。30分経過したところで、iphone のバッテリーが40%まで回復でこの時点でね。インジケーターは残り3つとなりました。で、次にね。1時間経過の段階で、iphone のバッテリーは7。4%まで回復。 でこの時ですねかなり発熱しているというふうに感じましたので温度をね測定してみましたで iPhone の画面ですねこちらは41度そしてモバイルバッテリーの方はなんとね50度に達してるんですよねでその後ね約1時間31分経ったところで iPhone のバッテリーは89%まで回復したんですけれどもモバイルバッテリーのね インジケーターがもうね最後1個になって点滅を始めましたはいでこの状態でねまだ充電は行われていたんですけれどもほぼね充電終わりということで実験やめたんですけれども iPhone14 Pro を約1時間半で90%近くまで回復することができましたで次にねアプ t c チ単体でのね充電実験を行いました、はい、同じくですねアプローチシリーズ7はバッテリー残量ほぼ0%の状態 でモバイルバッテリーの方は残量100%というところからスタートしますでその後ね30分ごとに計測してみたんですがその結果はねご覧の通りです30分経過したところでウォッチね三十七パーね37%まで回復次1時間経過の段階では69%まで回復はいさらにね1時間半経過したところでは88% で、最終的に Apple watch が100%充電完了したのがだいたいですね。2時間ぐらい経ったところですねここで充電が完了しました。で、apple Watch ね。単体で充電した場合は出力が小さいからだと思うんです。けれども、発熱に関してはねほとんど気にならなかったので計測しておりません。 でここまでね iPhone それから AppleWatch 単体での充電を見ていただきましたけれどもじゃあこれ両方いっぺんに充電したらどうなのか、まあ、これがこのバッテリーの売りでもありますので2台同時充電やってみました、はい、また iPhoneAppleWatch ともバッテリー残量0%そしてモバイルバッテリーは100%充電の状態からスタートしましたでその後ね30分ごとの経過を計測していって結果的にはねご覧の通りなんですが。 この2台同時充電結構ね面白い結果になりました。というのは見ていただいている通り30分経過の段階で iPhone は 40%AppleWatch は30%の充電でこれはね、えー、それぞれ単体で充電した時とそれほど変わらないんですけれどもその後ですね1時間経過したところでは iPhone は74%。 そしてアップルウォッチは37%ということでアップルウォッチの充電速度がかなりね落ちてきました。ちなみにこの段階での発熱はご覧の通りなんですけれども特にですねモバイルバッテリーは54度を超えておりましてかなり発熱しております。でその後ね1時間10分経過したあたりでモバイルバッテリーのインジケーター残り一つが点滅状態になりました。 でもまだね充電状態は続いておりまして、まあこの段階で iPhone は八十三パーセント、Apple Watch は三十九パーセントなんですけれども、最終的にですね一時間十七分あたりでモバイルバッテリーのインジケーター完全に消えました。で iPhone は最終的には八十六パーセント、Apple Watch は四十一パーセントまで充電することができました。はいということでですねこのモバイルバッテリー iPhone と Apple Watch 同時充電の場合は iPhone にに、まあ、優先的に電気は行ってるんでしょうね iPhone 単体で充電した場合とほぼね変わらないスピードで充電できましたしかし Apple Watch の方は最初こそ速かったんですけれどもだんだんね充電速度が遅くなっていって最終的には40%ぐらいまでで止まってしまうということになりましたでさらにですねこのモバイルバッテリー3台同時充電ができるんですよねとはいえね 5000mAh ですのですぐにねバッテリー空になってしまうと思うんですけれども まあそれは分かっている上で3台同時充電したらどうなるのかこれもね実験やってみましたはいで実験ですけれどもモバイルバッテリーはねもちろん100%充電の状態ですで充電するデバイスですけれども iPhone それから AppleWatch そして iPad a i r 4ですねそれぞれバッテリー残量がほぼ0%という状態でスタートします で先にお伝えしたようにメーカーの方から複数のデバイスをつないだ場合に電力量のね割り振りどうなるのかっていうのが発表されてないのでこの実験の中で C ポートにつないだそうしたところ大体ですね 6W から 8W 程度の表示がずっとされております。 でこの実験でもねその後30分ごとに計測していこうと思ったんですけれども最初の30分 iPhone は16%まで回復かなりね遅くなりましたそして AppleWatch は27%で iPad Airforce は16%ということになりましてやっぱりね電力供給量は6から 8W ぐらいこれがねずっと続いております。 さすすがにですね、3台つなぐともうすぐにバッテリー空になりまして37分過ぎた,あたりででちょっっと、ね、挙動がおかしくなってくなてるんですよ。まだバッテリー残量インジケーターが1個ついたり2個ついたりするんですけれども iPad それから AppleWatchiPhone それぞれに充電ができたりできなかったりっていうのが何度か、ね、繰り返すようになりました。で最終的に47分を過ぎた,あたりで、 実験をね終了したんですけれどもこの時の充電状況ですね iPhone が23%まで回復 AppleWatch は29%まで回復そして iPad が17%まで回復していました。はい、ということでね3台同時充電した場合なんですけれども、まあ、これはね僕の推測なんですが USB-C ポートから6から8ト 送り出されているということでこのバッテリー自体マックス15ワットだと思うんですけれども3台つないだ場合には USB-C ポートから半分7.5ワット前後が送り出されていてあとの半分の7.5ワットを iPhone と Apple Watch で分け合っているというような感じかなと思いますでこの実験からね分かったことをいくつかお伝えしていきたいと思います まず1つ目、今回ね実験で使ったのが iPhone14Pro なんですけれどもこれはこの商品に限ったことではないんですが購入の際に、ね、注意して欲していことがあります。モバイルバッテリーを購入する際に知っといてほしいことなんですけれどもえこういったふうにですねこのモバイルバッテリーですね iPhone なら1.5回とか AppleWatch なら8から9回ぐらい AirPods もそれぐらいなんですけれども、まあ、これぐらい充電できますよっていう目安を書いてくれているんですけれどもこれ実はですね 実験見ていただいたらわかるように1回フル充電できなかったんですよね。この1.5回っていうのはこのモバイルバッテリー5000ミリアンペアあってで iphone ここはフォーティーンって書いてます。けれどもフォーティーンって iphone 14 pro よりもバッテリー容量大きいんですよね。確かね。3279ミリ、ah、アンペアアワーだったと思うんですが、実験で使った iphone 14 pro は 3200mah。でもここに書いてるように1.5回できないわけですよ。 これが、ね、この製品に限らずモバイルバッテリーを購入する際の注意点なんですけれどもモバイルバッテリーの容量それ100%充電するデバイスに伝えることはできません7割程度伝えられれば優秀なモバイルバッテリーというふうに言われますだいたいね6割から7割程度と考えていただきたいと思いますそうするとこのローリーのモバイルバッテリーは5000ミリアンペアですので、まあ、だいたい3000から3500ミリ、ah、アンペアは程度 充電するるるデバイスに伝えることとができるとじゃあさっきの1.4回っていうのは何なんだということになるんですがそれ単純にカタログスペックのバッテリー容量を例えば iPhone ののバッテリー容量で割ったもとということなんですよねなので商品ページに書かれているねバッテリー容量それ全て充電するデバイスに伝えることができる送ることができるっていうふうには思わないでください。 ここまずね、モバイルバッテリー全般に関わる注意点の一つです。充電の結果、これは iPhone14 Pro の場合、だいたい90%ぐらい充電できるということが分かりました。でただですね、注目してほしいのは充電速度ですね。このモバイルバッテリーを購入される方って、多分ね、iPhone と Apple Watch を充電できるから便利だなっていう風に思われて購入されると思うんですが、もう一つね思われているのは、フル充電できなくていいと。あともうちょっとだけ、 駆動時間を伸ばしたい、20%でも30%でもバッテリーね再度充電したいという方がねお使いになるものだと思いますので,でそうなってくると充電スピードが重要な点になってくると思うんですけれどもこの実験でね分かったように30分で iPhone だと40%まで回復 Apple Watch 単体であれば37%そして iPhone と Apple Watch 同時充電でも30分で回復 iPhone は 40%AppleWatch は30%充電できるということで、まあ、この時間でこれだけ充電できればこの製品の目的意図としては十分じゃないかと思います、はい、では最後にねこのローリーのモバイルバッテリーを実際に使ってみて良かった点それから気になった点を紹介していきます、はい、まずね良かった点の1つ目なんですがそれは iPhone と AppleWatch を充電することができるという点です でそれ分かりきってるじゃないかと思われるかもしれませんけれどももうちょっと詳しくお伝えしていくと最新の iPhone15 シリーズはこの充電のところがですね USB-C ポートに変わってるんですけれどもそれ以前のモデルは全てねライトニングなんですよねで iPhone12 シリーズ以降のモデルはマグセーフで充電するという方法もあるんですがそれはちょっと今置いておいてそれ以外の方法で iPhone とあとね AppleWatch ですよねこの2つを充電ししようとした場合に ケーブルが2本いります。ライトニングケーブルとアップルウォッチの専用の充電ケーブルですね。この2本が必要になってきます。ところがこのモバイルバッテリーだとライトニング端子が最初から付いておりますしここに乗せればアップルウォッチは充電できますので2本のねケーブルが不要になるんですよね。はい、このメリットはねすごく大きいと思います。特にねこの2台ともですね 外で充電しないといけないってなった時にあ、ケーブルを忘れたっていう風になるとかなり苦労します最悪ですね iPhone の場合はライトニングケーブルをね持ち歩いている人まあ、割とそういう人いる可能性が高いんですが Apple Watch の充電ケーブルを持ち歩いている人って僕は未だにね出くわしたことがないんですよね外で充電したい時に Apple Watch ほどね充電難しいものないんですがこのモバイルバッテリーがあればこのね2台とも ケーブルなしでで充電すすることができますのでこれがね最大の強みだと思いますで良かった点の2つ目なんですけれどもそれがですねこのライトニング端子が収納でちょっとね他のメーカーのものをお見せしたいと思いますけれども似たような製品いろんなメーカーさん出しているんですが大概ねこういうタイプですよねライトニング端子が固定式のものです。 これが、ね、動かないんですよね。でしかもねこのキャップをなくす可能性があるのでこういうふうにですね繋がってるんですよ。でそうすると何が不便かというと充電しようと思ってこう繋ぐじゃないですかキャップがねここにあるわけなんですよね。充電中に手に持ってね、まあ、操作する分にはまだいいんですけどもこう置いた時にキャップのせいでこうグラグラするんでですすよね。またカバンに入れて持ち歩くく場合でも、この突起がすごく邪魔なんですよね。 でその点から言うとこれすごくいいですよ。この端子がね収納されることによって、まあ、若干太めではありますけれどもスティック状の形状になりますよね。でこの状態であればカバンのねポケットにスッとこう入りますのでこの端子が収納型これはすごくいい点だと思います。はい、そして良、ねえー、かった点の3つ目になりますが それ何かというと iPhone 以外のライトニング端子を使っているデバイスに充電することができるという点です。でこのモバイルバッテリーは基本的にはね iPhone を充電するために開発されている専用に設計されているモバイルバッテリーだと思うんですけれども iPhone15 シリーズから USB-C ポートになりましたでもまだまだですね iPhone 以外にこのライトニング端子で充電するデバイスたくさんあるんですよね。で例えば僕のデスク上で言うと。 はい、これですよマジックキーボーボドこれ古いタイプのものなんですがライトニング端子なんですよねで最近古くなってきてよく充電しないといけなくなってるんですがその時にですねいちいちライトニングケーブル探し出してきて充電するのではなくて、えー、これで充電できるんですよねまた AirPods のねこれ第1世代ですけれども、はい、これもねライトニング端子で充電することができますしあと僕はもう最近使ってないんですがこれですねマジックマウス これもまあちょっとねこのデザイン的には変だなと思うんですがライトニング端子ですのでこうやってね充電することができますということで iPhone 以外のねライトニング端子を使っている Apple デバイスに充電することができますのでそういった点でもねこのモバイルバッテリーすごく便利に使うことができますでここまでは良かった点なんですけれども気になった点もいくつかありましたでまず1つ目ねこれお伝えしておかないといけないと思うんですけれどもこの製品は MFI 認証 認証しておりませんですので使用にに関しては自己責任とということになりま,すまあもちろんね認証を取ってないと言ってもですねちゃんと充電することはできるんですが万が一ねこのモバイルバッテリーを使ってアップルのデバイスが、まあ、特に iPhone ですね調子が悪くなりましたよというようなことがあってもそれはねサポートの対象外になる可能性が高いのでその点だけはねご注意ください。ははい気にななった点の2つ目ですそれは、ね、発熱なんですすそれね発熱んよ で充電実験のシーンで見ていただいた通り50度を超えるる温度までで上がるんですよね。でこれが、まあ、このモバイルバッテリー自体ちょっとね心配になるしまた発熱すると充電先の iPhone ですねこちらのバッテリーにもダメージがあるんじゃないかっていうふうに思ってしまいますのでちょっとねこの発熱具合は心配になりました、まあ、これからね寒い季節になりますのでそれほど心配はいらないかもしれないんですが。 夏場ですね暑い時期の使用にはちょっとね注意が必要かと思いますはい最後気になった点の3つ目なんですがそれがねライトニング端子の収納ですですこれね良かった点でもお伝えしたわけなんですが気になる点でもあるんですよねどういうことかというとまあ、こういう風にですね刺して使うわけなんですがこれ収納式でで動くわけですよねでここでねカチッと止まらないんですよ。 常にこういうふうに動く状態なんですよねで、iPhone に挿しますよね動くんですよで、まあ充電中はですね置いておきますよっていう方が主だと思うんですがこのモバイルバッテリーの形状の場合充電中もこうやってですね片手に持って使う方多分ね、たくさんいらっしゃると思うんですよで、その時にですね何かの表紙にこれをぶつけた っていう時にこの動く端子の取り付け部分ですね果たして強度がどれぐらいあるのかこれがねちょっと心配になっておりますはい先ほど見ていただいてねまぁ、あ、同じような形状の他のメーカーのものなんですがカチッとこのライトニング端子が固定されていますよねでこれだと刺してもまあ、あまりグラつくことはないとはいえねまぁ、あ、ここで刺さってるだけなので 大きな力がかかればね、ぐきっと折れると思うんですが、それでもですね、この固定されていないものと比べて、安心感はあるんですが、これはちょっとね、怖いですよね。まあ、もしね、こうやって充電しつつ、手に持ってお使いになるという場合にはね、この接続部分に強い力がかからないように、ご注意いただけたらと思います。はい、いかがだったでしょうか。今回はですね、ローリーさんからレビュー用に提供していただいた、 モモババババイイイルルッッテテリリーーですね 3in1 タイプのモバイルバッテリーを紹介ししてきました、まあ、動画の中でも、ね、お伝えしてきたように iPhone をフル充電することはできないんですけれども特に iPhone と AppleWatch を使っている方でフル充電できなくてもいいんだととにかく出先であバッテリーやばいってなった時に20%でも30%でも充電することができて駆動時間をね伸ばすことができるそれでいて持ち運びに便利なモバイルバッテリーが欲しいんだと。 いう方にね刺さる商品なんじゃないかなと思いますでライトニング端子ですので iPhone15 シリーズに乗り換えたよという方には残念ながらね使えないんですけれども逆に考えると今後ですねライトニング端子で使える iPhone の周辺アクセサリーはどんどん減っていくと思いますそんな中で今使っているねライトニング端子の iPhone を今後も長く使っていく予定なんだという方今のうちに購入しておかないと気がつくとね あれライトニングで充電できるモバイルバッテリーなくなってるやんっていうことになりかねないと思いますのでもしね気になったという方はね早めに購入することをおすすめしたいと思いますこの動画が参考になった面白かったという方は高評価チャンネル登録そしてベルのマークをポチッとしていただけると嬉しいですそれではまた次回の動画でお会いしましょう